はい、沖縄物産マハイです、お家で簡単に作れるサーターアンダーギーミックス粉、沖縄出身スタッフおばあにちょっと書いてもらいました。コツは練った生地は1時間くらい寝かせる。これも冷蔵庫に入れて寝かしてください。丸めるときは手に油を塗って手にベトベトつかないように作ってください。揚げるときは鍋にたくさん入れないで170度くらいで揚げてください。油はたっぷり使って、入れて、ぎゅうぎゅう詰めにしないでくださいということです。こんな感じですね。見えるかな。